それでは、下火種の水洗いをしていきます。まずは、この鱗を剥がしていくんですけど、めくっていかなければいけないので、塩をちょっと一つまみにして、やった方がめくりやすいので、ここをこうしてやったら、塩で滑らないので、こういう感じで。一発でいけない。ぬるぬるしてるから、こういう、これうまいことできましたね。こんな感じで。これはまあ、そうそうやね。身を押さえながら。ありがとうございます。で、ちょっとここを先っぽをちょっと。滑るから、なんで、で、こうしたら、まあ、これが滑るから、塩を、そばに、ちょっと、こう押さえて、滑るねんこれ。これをこう、よいしょ。これでなんとか。ちょっとここはもう残ってしまうけど、ここは大事。あとは、これでめくれたから、あとは、頭外してもって。こうね。これはもういらない。ここも。あとは、気合を、ちょっと、水で、この血合いは、指でキュッキュッとやってもうたら取れますんで、これで出来上がりやね。はい、これで一応水洗いはこれで出来上がりです。それでは、下火種の三枚おろしをしていきます。今日は柳包丁でおろしていきますので、もう薄、下火種は薄いからちょっとおろしにくい。中から骨に沿うように感じで下ろしていきます。ええんかな。それで、ここの先っぽの骨のとこ、45度ぐらいに切り込みを入れて、そのまま骨に沿って入れていきます。だいぶ骨に押し当ててる。そうそうそうやね。そんなイメージやね。骨に押し当てるイメージ。ここまで来たら、あとは、スーッと、いきまーす。ね。こういう感じですね。
で、次は裏側をいきます。今度は背の方から包丁を入れていって、これも骨に沿うような感じで入れていきます。これ柳の方もいいですか？そうやね、柳の方がちょっと薄いから、出番に比べたら薄いから、こっちの方がやりやすいと思うんやけどな。どうしても下火種はペラペラやから、柳でやってるんやけどね。今日はこう全然解説になってないかもわかりますけど、まあ一応こんな感じで、まあ、おろしたんですけど、こういう感じでーす。下火鍋の三枚おろしは終わりました。ありがとうございました。